さつまいもが好きなんですね、うん、大好き、大好きなんですよ。一番好きで、本当にそれはでも小学校の頃から変わらないくて、もう秋になるとだから本当に生き生きするんですよ、ね、なるほどね。やっぱもう周りが溢れ出してくるのでさつまいもが。そうですね、さつまいもフェスとかありますもんね。そうなんです。何それ。あるんですよ今、さつまいもフェス。さつまいもフェス、そんなバリエーションないでしょ。でもいや、ありますよね。あんの。あります、あります。あるの。あるんです。全然その例えばじゃあすっごいいいさつまいも手に入りましただったらどうするんですか。これ食べます。どう食べるか。食べるのは食べるに決まってるんですよ。捨てますじゃないです。いやもう真っ先に食べますけど、どう食べる。やっぱでも大学芋とかは、そのもう定番で大好きで、でも本当芋とつくスイーツはもう全て食べます。さつまいも、なんだろうな、さつまいも、何、さつまいもブリュレとか。ブリュレも美味しい、美味しい、もう美味しい、ありますね。めちゃくちゃ加工してんじゃん。いいの別に。いいんですよ。いやもうさつまいもであることが大事。あれなんか天ぷらとかもですか。あ、もう大好きです。もうまずあの見た目から好きで、結構あの色とか、あ、味も、もうそう、紫もそうだし、黄色も好きです。このさつまいも許せないなみたいなないんですか。でも安納芋が一番好きって言ってる人は私割と許せなくて、そのめちゃっとそう、なんか安納芋ってそうなんです。安納芋って言っておけばいいってみんな多分思ってるんですけど、安納芋って言っておけばいいですよね。そう、そのなんかドンペリみたいな感じですね。いや、そうそう、なんかシャンパン何好きですか、まずはみたいな、ドンペリみたいな、うん、ちょっと許せなくて。そうかそうか、もっと知れよって。あなたみたいな人がいるから好きって言いにくいんだけど。狭めちゃってる。なのかもしれないですね。はい。